昨日千秋楽を迎えた大相撲春場所で、福島市出身の若隆景が県勢として50年ぶりの優勝を果たしました。 JR 福島駅前ではパブリックビューイングが行われ、優勝が決まると会場は歓喜に沸きました。歴史的な快挙を受けて内堀知事は、高安関と比べるとマイナス47キロです。これだけの体格差があっても、あれだけ堂々と渡り合うことができるというものは、本当に日々どれだけのご苦労を重ねているか、稽古をしっかりしているかという証であります。まさに福島プライドだと思います。県は今後 JA と連携して、知事賞の副賞相当となる県産品を若隆景に贈呈することにしています。